まあ、自分にできることは粘ってチームが点取るまで頑張ることだったので、まあ、それが今日はできたらなと思います。大きなフィニッシュは8回でした。ツアーの番組どんな思いで最後しのぎ切りましたか？そうですね、まあ代打が、ね、出てくるような打順だったので、まあ、その出てくる代打を確認しながら、またそのデータを高めていながら、広島とうまいことを振り切れたと思いますし、まあ、あの9回も行くつもりだったんで、あのそこはあんまり、なんていうか、あんまり感情は出さなかったですけど、まあ、その後、大島さんから自分だったんで、いい形で切れたかなと思います。